バノビチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ北東部の町及び、それを中心とした基礎自治体である。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のツズラ県に属する。バノビチの集中的な開発が始まったのは、ブルチコとバノビチを結ぶ鉄道の建設と一緒で1946年のことであった。質の高いバノビチの活端は、ヨーロッパ中ではよく、 知られている。バノビチ自治体は、コニュ山のふもとに位置する。バノビチの町の集落は、リトバ川の土手に築かれ町の平均標高は332メートルである。基礎時代の面積は185平方キロメートルで、以下の地区を含んでいる。1991年に行われた国勢調査による人口は26,507人で、そのうち72%は、 ボシュニャク人17%は、セルビア人2%は、クロアチア人で9%は、その他の民族であった。2000年の推計ではバノビチの人口は2万9000人で、これらの相当数はボスニア・ヘルツェゴビナ紛争による難民である。最古の集落は、トゥロビチ村のフラディナ丘にあり、残されていた物質文化から、戦死時代に遡るとされる。 プリビトコビチ村には洞窟群があり、装飾が豊かな洞窟がある。中心部の集落の名称は、バノビチセロにあるステチュシの石に施されている、彫刻の装飾と百合の花、またボスニアキリル文字で示されている。いくつかのステチャクのネクロポリーが見つかっており、バノビチはドラメシン軍に属していた。この軍と集落の名称は、トルコの転居にも言及されている。 この名称の群は19世紀まで続いていた。バノビチの集中的な開発は、ブルチコバノビチ鉄道の建設から始まっている。それまで数少ない民家があるだけであったバノビチの集落は1961年には4611人が暮らすようになった。質の高い活端の開発が進み、大規模な多数の金属や非金属の産業施設の建設が進み集落は、 近代的な町の定裁が整うようになっていき、ジビニツェやザビドビチを結ぶ幹線道路の建設が進んだ。カッタンの開発を基盤にバノビチやトゥズラ県の開発はさらに進んだ。ムバノビ氏はボスニア・ヘルツェゴビナを基盤とする企業で工業により収益上げている。主な業務は地下採掘や露天掘り、カッタンの分離や分配である。露天掘りはキューブリック、 グリベス、ツリジャで創業し、地下校はオマーザサイ、分離施設はオスコバにある。ムバノビシは2600人を雇用しており、炭鉱ではボスニアや以前のユーゴスラビアでは最も成功した企業の一つである。ムバ、産出量の60%を近くのトズラ発電所に販売し、石炭はボスニア国内以外にもクロアチアやセルビアにも輸出されている。 ここ数年間で、施設の近代化のため4000万マルカが投資され2000万マルカの収益を上げるのに貢献している。他の主要な企業には、ストーブ製造のヘリオス、建材工場の FGO、衣類のボークなどがある。ラドニッキー・ドムは、町の文化的な中心で、ラジオ局や町の図書館、劇場、レストランなどが含まれている。ラドニッキー・ドムには、 観光ウッドの不死のでの反乱をモチーフにした壁画があり、この作品は、ボスニアや以前のユーゴスラビアでは巨匠であった画家、イスメット・ムイエジノビッチの1960年代前半の作品である。街の映画館は数年前に新しくなり、名称もボスニア文化センターと新しくなった。ユースセンターであるピンクランドは1995年に社会的、文化的、 デクレーションの格差を埋めるため創設された。このセンターでは、コンピュータや音楽、絵画、木工、ダンスなどのクラスのほか、スポーツ、サマーキャンプ、ピクニックなどが1600人以上に提供されている。ピンクランドは、地元の学校や当局、警察、NGO と協力している。国際的な重要なパートナーは、カナダ政府やスイス開発協力機構。 フィンランドの風幕大学やフィンランドの NGO、エタノクルトである。FK ブドゥチノスとバノビチは、バノビチ自治体では一番古いスポーツクラブである。ブドゥチノスとは、ボスニア語で未来を意味し、クラブが設立された1947年当時、人々の希望の象徴であった。クラブは、収容人員5000人のグラドスキスタデオンで、プレーしている。チームの色は濃い緑と黒である。 1978-1979年のボスニア・ヘルツェゴビナリーグに初参戦した。今日、FK ブルチノストバノビチはボスニア・ヘルツェゴビナサッカー協会の会員である。1998-99のシーズンからボスニアの上位リーグプレミエルリーガに参戦した。2001年のシーズンにはチェコのチェコの FK ドルノビツへと対戦している。 バノビチで成功しているクラブには、女子バスケットクラブチームの KK、ウバノビシがある。こちらも、ボスニア・ヘルツェゴビナのトップリーグに参戦している。男子バスケットボールのクラブチーム KK リトバは、A2 リーグノースに参戦しているが、最も成功したのは1990年代であった。他に成功している、クラブチームには、ハンドボールの RK バノビシがあり、 ボスニア・ヘルツェゴビナのトップリーグで活躍している。バノビチにはここ数年間、いくつかのバンドがありそのうちのいくつかは現在でも活動している。インプルス、アクエリアス、ドーメイビアなどが知られる。ドーメイビアは BH ラジオフェスティバルに参加している。フィンランドの NGO と風幕大学によって、ボスナ・フェンス音楽祭が組織されピンクランドとバノビし、チャーミー・チョメで共催された。 現在では人口の90%以上を母子に役人が占めている。これらの文献は翻訳元である英語版の参考出典として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。